じゃこちらもね、やっぱり10月1日ということで、トミックスの遅延情報。まあ、俺昨日も確認したんですけど、まさかの大阪環状線遅れないみたいなんでね、その辺で軽い考えしたいと思います。一応10月1日でまた遅延情報が出ております。まずこちらですね。えー、なんと、下記製品の集めテレビ、インコネクションで深くお見せしてください。不作じゃない場合があると思うんですけど。えー、9797、ごめんなさい、9797、え700系新幹線のアービャパー、なんとまた1ヶ月遅延ということで。確かこれ、もともと8月集めったのがね、9月に1ヶ月遅延して、なんと今回10月ということでね。 あん9月が10月に遅延して10月が10数で、えー、なんと78な案け2ヶ月遅延ということになっております、えー、おかげで485件のね2100万台のあの黒がついてたっけあ違ったっけなんかとりあえず2100万台の、ね、スーパーレジオのも、えー、フルセット綺麗に遅延ということになっておりますまあ今回からね大阪環状線がねチェ、えーンしなかったんで正直大阪環状線だけは、ね、差別を受けたのかなって気がします一応こちらですねらまあ一応5月の新製品なんないからまっ、あ、たくもって、ね、移動しないんでこれが面白いです発売 あの発売時期のギリギリになってさチンしますって言たそれはそれで面白くないそうなんですけどね。まあ個人的にはそういう感じがします。まあそうてやっぱり天運転台がね、ウグイス、そして、えー、オレンジだったんで、ね、まあ、やっぱり次は、えー、スカイブルーですかね。スカイブルーのね天運転台だったらね、あの半和線とかさ、あれ羽衣線だったっけあれ羽衣でいいんだっけな確かね、なんか羽衣視線だっけなんかあったはずなんですけど、あれ天運転台だったっけそれをね、俺欲しいんですよね。ああ、あってるのか、羽衣線でいいのあれ。うん、半和線視線。 あってそうだな。ちなみに、えっと、3年前に引退してんのかそうですね。俺、あれねが欲しいんですよね。確かあの、あの路線ってね、輸送力オーバーなんだけど、まあ、それでも3両編成が頑張ってたりとしかも本当、初期型の低運転がね、一部いたんですよね。だからね、個人的に、あの、羽衣のやつ欲しいんですよね。あれ、違う、羽衣室の羽衣線だったの失礼しました。まあ、そんな感じですかね。一応、えーと、あとで、この辺で考えするか。えー、まず10月ですね、えっ、ー、と、遅れてる、えー、100系の、えー、サファスカミジュムで、同じく700系のファスカミジューム。で、常磐線の更新車が一応、えー、基本と増や で、103系の、えー、基本セット増結の、えー、一発品の、ごめんなさい、サハか。あれこれって4期2増だっけ ?4 期2増2サハあ、そうですね。4期2増2サハか。失礼しました。まあ、あれと。で、一応8路一発の、えー、特別確認と、まあ、117系が100番での新快速。そして956、えー、単品もろもろ。で、5打球が、えー、モーター変わったリニューアル、えー。そしてスペーシャーも同じく、えー、モーター変わったリニューアル。で、ひたしなんか印の安全速線レール。とあと、H5 って感じですかね。 で、は今回遅れた11月が一応ファーストカメージャムが200系と400系か。で、一応、えー、スタートセットで N700 系ですよ。あ、まあベースセットか。まあ、今回ね700系新幹線が遅れることにでまあ200系新幹線がね、か、ま、ぶ、あ、っちゃいましたんで、まあそうですねこの辺からが、まあ、徐々に遅延の回復化するのかなと思。一応11月少ないんでね。もともとがファーストカメージャムと除けば、まあ、200系新幹線と、まあ、475系。まあ、所詮これ3両使わない。確か。あれ3両だよな。あ、ごめんなさい、6両だった。あ、いいのか、3両か。一応3両の、えっ、ー、と、 車両セットが2つなので、あっ、ちはだこっちは6両だ。3両と6の車両のシャルセットと、まあ、200系新幹線だけに。これ、お前、遅延したのあ、これ違う、ただ女子時校、女子高か。あとは、そうせ、ね、キハ40と臨海線この辺しかいないので、まあ、事実上の新製品つったら、ないんですよね。200系新幹線も、所詮、モーターガいドだらけのリニューアルだし、475系も、ね、一応、まあ、いじってはいるだろうけど。 あと、来場に関してはもう新規制作。で、キハ 35? これなんだろうな。でも、情報室のああ、八甲線か。あ、違ったっけ今、さらっと八甲線つったんだけど、違ったんだけどさな。奈良だった。なぜかね、キハ35つったらね、個人的にはね、八甲線なんだよな。まあこの辺はどうでもいいや。まあ、そうですね、って感じっすかね。なので、まあまあ、この辺はある感じか。 でこの辺のディーゼル化ぐらいって感じで、あとはもうほとんどバリて。なので、チャーチの浸透色も。そうですね。まあ、ホーツクとかこの辺の戦闘車が、まあ、ちょこちょこ出てる車両になるんでね。まあ、それぐらいかなと思うんですよね。だからまあ、そうですね。一応多分この10月、11月、まあ、もしかしたらまた来月に関してはね、ボロッとチェンするかもしれないですけど、おかげで俺、今月のイメージがなくなっちゃったんですよね。今月俺、700系新幹線だけが働いてるあったんで、その700系新幹線がね、公務遅れちゃうと、ちょっと寂しいんですよね。 確かに七百九新幹線はね、当時。俺の教科だとやっぱりこあの先月だったんですよね。9月の発売だったと思うんですけど。どっかに、ね、ポスターねえかな。下の方に行けポスターあるはずなんですけど。えー、っと。あ、こっちか。こっちっとな。あ、一応ありましたね。えー、スーパーライチョンに関しては一応これ。 えーとそうやっぱり9月発売されてるんで2ヶ月遅延しますね。700cc ナビチャパンがやっぱり9月なんで、えー、まあ2ヶ月遅延と。なんかショックなんだよね。俺今年入ってさ、これでトミックソン遅延って4件目なんですよね。あ、3件目か。覚えてねえけど、なんか4件目ぐらいありそうなんだよな。確かね、京浜東北線もね、俺1回遅れてるんで、あの209系の7自社。あれ発売いつだっけな確か今年か去年ぐらいに発売されたはずなんですけど、ちょっと確認しようかな。うち N ゲージの新品って今年そんなに買ってないんで、多分すぐに出てくださるなんですけど。 N ゲージの新品購入、新品購入、新品、新,品新あった。えっと、今年一番最初に買ったのが、鉄コレのメーカーエラーに、グリーンマックスのメーカーエラーのあるか、西武の銀河鉄道か。で、えっ、ー、と、ドラえもんも若干のセッカーエラープラスマイクロタリス。あ、やっぱりそうですね、景品特性遅れてましたね。えっ、ー、と、品番が98432、433。えーえー、っとね。一応これが動画になったのが4月なんで、やっぱりそうですね、こちらも遅れてましたね。 で、えっ、ー、と、京王線も遅れて、トーマスも、あ、トーマス、そっか、トーマスも遅れてるのか。少なくとも今年買ったトミックスの4種のルギー全部遅れてるんですよ。京浜東北線、京王線、トーマス、これと。問題なのは年末なんだよな。俺年末発売を控えちゃってて、一応こっちらなんですけど。あれどこだっけ一応こっちか。一応ね、えっ、ー、と、流れ星新幹線1本買った。ここら1本買ったんですけど、中央線がね、俺これやっちゃってるんですよ。<laughs> 分割遠征の中央線、俺全部、カト、あの、カトのやつ改造しちゃって、あの、8個、あの、8個新じゃね大目線の時使い線の、あの、 あっちの方にあの映しちゃったわ。あの、区波をぶち込んだ充電がしちゃった、あの、貫通がしちゃったわ。元々のクハをぶち抜いてさはがしちゃったわね。うち、貫通編成のあの、文化成の調整なくなっちゃったので、ね、今回、あの、新たにちょっとこっち2本買ったんですけど。あと問題なのはこっちなんですよね。これか。一応、この乗馬線でももちろん1本買ったんですけど、問題はこっちなんだよないの。えーと、こっちか。一応、これっすね。まあ、今回ね、300件2月で買えなかったんですけど、まあこれかもしれない。 画像出しちゃったんですけど俺215系ね、これいってるんですよ、フルセット。まぁ、あ、実写が確かね、二次車って3本か4本しかいなかったはずなんですよ。確か3本かな。だから3本中の,本中の2本買っちゃうんで、じゃあ3本買うって言われても、そろそろでいらないんで。湘南ライナーってね、こいつら1日2本しかないんですよね。確か。えー、っと、1が東京、2が品川。あ、ごめん、2が東京、4が品川。で、確かね、俺のギャグって、ね、6がね、品川止まりの7両だったんだよな、当時。た多分ね、当時はこれね、湘南ライナーがね、 6号、8号かな確か十10号が品川止まれてた気もするし。とりあえず1日2本しか朝なかったんですよ。こいつは湘南ライナーって。だからね、それがね、横須賀線系なんですそれがね、結構俺好きで。まぁ、あ、今回、1本は湘南ライナーにしてもう1本どうせがか未定なんですけど。勝っちゃったんですよね。215件2本も。あと3月はね、なんかあったはずなんだよな。あ、そうだ、3月あいつだ。あれあいつどこ行ったあれあいつがいねえぞ。あ、いたいた。一応こちらですね。えっと、3月。 まあ、このインオンケースね、やっぱりこれいっちゃってますんで。まあ、しかも昨日でラス運転しましたからね。どうだったんですかね平和に終わったんですかねまあ、台風がちょうど昨日だったんで。まあまあ、ちゃんと、まあ引退できれば、まあまあ、去年何百0しかせしなのインテリンなしでしたからね。まあ、ちょうど緊急事態宣言もね、解除できたことだし。まあ、まあ、運が悪かったのかな、の0 0系って感じがしますけど。まあ、でも、そうですね。まあ、とりあえずまずはラスランできてよかったっていうのが、これですかね。 まあそんなところかなと思いますね。一応まあトミックスチェ情報これぐらいなんでね、ねあとは、えー、と発売情報はまだ出てないはずなので、さっきのやつが10月1日の更新しかなかったので、まあ,あそうですね、まだやっぱり10月頭の発売情報ないですね。まあ一応この辺発売情報出ましたね。まあ暇がある分断内しますんで、お待ちください。で、はまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。